おはようございます。悲しいお知らせ、続報。浮かんでいたコキちゃんが浴槽の洗濯水の底に沈んでしまいましたとさ。あ、日付ね、2024年。なんでそこで考えるんだっちゅうの。2024年、8月16日金曜日午前と何時だっけ、7時18分ね。昨夜流しへ水を飲みに行ったんですよ。そしたらこれのちっこいくんご紹介しましたよね。のんびりなさってたんですよ。で、撤収で、さよなら。ベッドで、寝転んで、編集作業をしてました、YouTube の。そしたら、何やら私の足に、どうやらみたいなのがたかったので、はっと見ると、やっぱり、ゴキくんでした。大きさはこれとほとんど同じですが、なんかすごく痩せてるの。ふにゃふにゃって感じ。これで、足を振り払ったら、ポトンと落ちて、なんか考え中みたいなので、手のひらで、あっち行って、あっち行って、あっち行ってってやったんですよ。したら、少しずつ、あっち行って、あっち行って、パタパタって飛んで、床の方へ行きました。なんかね、ゴキブリ取るやつはね、確か500円ぐらいするんだよね。で、14日に山へ芝刈り行ったじゃん。その時はまだ、もう16日だから、先月分、7000円残ってたんですよ。で、400円、電車賃も含ね。で、帰りに文教庁の、クリエイトで3200円ほど買っちゃったんですよ。その一番の獲物は、ダニ、スプレーってやつ、780円ぐらいが690円ぐらいかな。それ買ってシュ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 やったんですよ。こちらへ越してきた当初はいなかったんです。で、横浜から毛布とかもう持ってきたわけですよ。3回か4回に分けて。そしたらダニ君がね、大繁殖しちゃって、困ったなみたいな。で、そのダニスプレーっていうのをシュシュシュッとやると、しばらく数日は食われないんですよ。本当に嘘のように。でも1週間10日過ぎてまた食われちゃうんですよ。と、10日に行って700円をシュシュッてやんなきゃならないんですよ。これは大金なんですよ。で、このゴキちゃん殺しも500円なんですよ。ね、5粒入ってんだか10粒入ってんだか知んないですけど、ゴキブリは様子見と。で、ダニア必須。そのわけで、年金が、15日に出ましたから、で、山へ行くのが、無料バス走んない日が週に2回あるんですよ。火曜と木曜で、妹に火曜日にね、送ってちょうだいよと。で、予備費は
3万円、先月の半ばぐらいかな、送ってもらってあるんですよ。まだ開封してないんですけど。とにかくね、台場が歩いていってものすぐなのに、ね、釣っていいんですよ。神川橋より上流は。そこ、鯉が見たんですよ。すっぽんも見たんです。で、一回だけ対岸で、なんか、鮎らしきの、5月だったんですよ、でも。で、その時、20センチか30センチに見えたんで、鮎じゃないと思う。だけど、泳ぎ方はね、鮎にそっくりだった。でも、5月で、20センチから30センチになるかね、鮎。なんだよね。あれは何だったんだろう。痩せた鯉かな。なんかね、数十匹がね、トグロ巻いてね、ぐる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 、団子みたいになって泳いでましたね。それが、体が柔らかい感じがしたんですよ。なんかすごくね。ゴキ君、今この石鹸水を抜いて、回収して、ゴミ袋に入れてあげますよ。ね。火曜日と、で、うまいことにね、火曜日と木曜日は、三島市のゴミ回収の日なんですよ。まあ、そんなこんなな。独居老人でした、とさと。ね。秘密兵器で見ちゃうかな、時間を。7時25分。Thank you for watching Kabaka Game next Sunday. When would it come? I couldn't know it. 僕を追ってくれ、ほい。いずこの地も、それぞれに、Warm August 16th, 2024, Friday morning, 7:25 AM. ごきげんよう。次はその秘密兵器をご紹介しましょうかね。もう分かったよね。